映画嘘食いに出演する横浜流星さん、佐野勇斗さん、白石麻衣さん。せーの、チップ。映画で流星さんが演じたのは絶対的な自信を持つギャンブラー。この上空を飛行機が飛ぶか飛ばないか、俺は飛ぶにかける。そして今日はバレンタインデー。自信を持って告白するためのアドバイスを教えてもらいました。まずは白石さん。私だったらこうされて嬉しいのは、言葉では直接渡すけど、さらにこう中に一言二言くらいなんかメッセージ、思いを書いたものが入ってたら気持ちがより伝わるんじゃないかなと思って、ちょっと勇気振り絞って自分の思いも込めた言葉を書くんじゃないかな。ちょっとメッセージ書いて忍ばせといて成功です。成功か。成功です。続いて流星さんのアドバイスが。そわそわしてるなら渡さなければいい。もうそわそわするなら渡すなと、うん、そういう戸惑いの気持ちがあるなら渡さなくて。そこまでやったんだから、そこでもう思いが伝わるから、うん、その思いをちゃんと受け取ってくれると思います、うんうん、そして佐野さんは。じゃあ僕は逆に男性目線というか、どうしたらもらえるか、どうしたらもらえるか、やっぱそういう気になってる方がいると思うんで、チョコをもらいたい人へのアドバイス。好きな食べ物はチョコですとか言ってくる。月に1回とか、うん、月に1回、月1回ぐらい甘いもん食いたいとか言ってくと、いいです、ね、好きなんだと思ってくれると思うんですよ、うん、女性も1年がかり。今回は今年ということで、今年は諦めてください。来年から来年ね。それやったの。僕やってましたよ。あんまもらえなかった。あ、じゃあ